はっはっは。またまた始まりますぞ。そう、コラボ企画が。まさか同じ年に2回もゆっくり解説コラボが開催されるとは。ふふ、これこそ私の人徳のなせる技。ですよ。どう考えてもコラボ相手さんのご厚情のおかげですけどね。マスターの勢い、まさに宇宙の果てまで届かんばかり、ですね。調子に乗りすぎて変なことしないか心配だけどな。その場合は、いつも通り厳しい制裁で臨みますので、安心してください。それで今回は、どのようなテーマでコラボなされるのですか？テーマはズバリ、琉球王国の歴史、です。琉球王国、だ。ところでウプ主は沖縄に行ったことがあるのか？残念ながらないので、解説しながら妄想で沖縄に思いを馳せたいと思います。妄想でかよ。いつかは行きたい、沖縄に。そして今回、私はゆっくりたちと学ぶ琉球王国前編ということで、17世紀初頭までの琉球王国の歴史について、ざっくりと紹介していきたいと思います。ウプ主のことですから、ざっくりとは言ってもそれなりに濃い解説になりそうですけど。それでは、ゆっくり解説コラボ、琉球の海と風、張り切ってやっていきましょう。よろしくお願いします。さて、琉球王国の成立は一般には1429年とされ、日本でいうところの室町時代にあたります。では、それまでの沖縄の歴史がどうなっていたか気になるところですが、残念ながらはっきりとしたことはあまりわかっていません。ただ沖縄の別称である琉球が、7世紀の中国の歴史書、随所和国伝に琉球という表記で初登場するなど、古くから日本本土や中国大陸と交易関係があったとされています。思ったよりも昔から日本や中国と交流があったんですね。また琉球王国が成立するまでの沖縄本島では、天孫氏、春天王島、英祖王島、薩都王島の順に王朝が栄えては滅ぶ歴史をたどってきました。日本本土と違い、王朝交代を経験しているんですね。このうち、天孫氏と春天王島については説話的要素が強く、実在したかについては疑問が持たれていますが、続く英祖王島と薩都王島は実在した可能性が高い王朝であるとされ、琉球王国の歴史書中山聖巻では、英祖王島の末期にそれまで一つの国として収まっていた沖縄本島は、北から順に、山北、中山、山南の三つの国に分裂したとされています。この三つの国が並び立った時代を、三山時代、と言います。沖縄が三つの国に分かれていた時期があったとは驚きだな。その後、英祖王島が1349年に滅ぶと、翌1350年に薩都王島が誕生しますが、この薩都王島も15世紀前半にわずか2代で滅亡してしまいました。半世紀余り、短いと取るべきか、持った方と取るべきか。なお、この薩都王島は、沖縄地方の政権の中で初めて中華王朝と正式な朝貢関係を結んだ政権とされており、1372年に当時建国されたばかりの明朝が琉球に使者を派遣し、薩都王朝もそれに応える形で、使者を中国大陸に派遣、明朝を宗主国、つまり親分、薩都王朝を薩方国、つまり子分とする関係を築きました。こうした関係を薩方と呼びます。そしてライバルの三南、三北もこれに対抗する形で、それぞれ1380年と1383年に明朝に朝貢の使者を派遣しました。皆さん、中華王朝の後ろ盾が欲しくて仕方なかったのでしょうね。しかし、琉球側からではなく明朝側から先に使者が派遣されたとは意外でしたね。一体、なぜ明朝は使者を派遣したのでしょうか？当時、琉球では馬と硫黄を産出しており、これらはいずれも軍事に欠かせない物資でした。1372年当時の明朝は、モンゴル帝国を北のモンゴル高原に追いやったとはいえ滅亡させるまでには至っておらず、また南西の四川や雲南には明朝の支配下に入っていない独立勢力があり、彼らとも戦わなければならない状況でした。まだまだ軍事的な備えが必要だったから、琉球に助けを求めたわけだな。
こうして明朝は琉球から手に入れた馬や硫黄により国力を増大させ、以降も恩人たる琉球との関係を強めていきました。さて、従来の歴史学では春天、英祖、サッと、いずれの王朝も、実際には沖縄本島全域を支配下に置いたことはなかったとされていましたが、21世紀に入って浦添グスクの調査が進み、13世紀に沖縄統一を果たした国家が存在した可能性が指摘されています。さてサッと王朝滅亡後、中山の王となり、さらには琉球を統一したのが、佐敷、現沖縄県南城市の豪族であった小橋です。小橋が琉球を統一した過程については諸説あり、詳しくはわかっていませんが、彼はこの佐敷を拠点に三国、中山、三南の三国をすべて滅ぼし、1429年琉球王国を成立させました。そして琉球王国成立以来、小橋の一族は、小、という姓を名乗ったことから、この王朝を第一小氏王朝と言います。沖縄が再び一つの国に統一されましたね。しかし、第一、があるということは、第二、があるということだよな。小橋はさっと王朝同様、明朝と作法関係を築く一方で、室町幕府にも貢ぎ物を送るなど日本とも関係を結ぼうとしました。16世紀以前の琉球王国といえば明朝一辺倒の印象が強かったですが、ちゃんと日本にも使者を送っていたんですね。後に琉球王国を服属させることになる薩摩の島津家とも、この第一小氏王朝の時代に関係を持つようになったと言われています。また小橋の代には、浦添グスクに代わる新たな王城として首里城が築城され、東南アジアとの交易も本格化するなど、中継貿易国家としての琉球の基礎が築かれました。俺たちの知る琉球王国になってきたな。その後、1439年に小橋が亡くなると第一小氏王朝は混乱期に入りますが、1454年に第六代国王として小太久が即位すると、彼は国内の有力者であった御左丸と天割、二人の勢力を滅ぼし王権を強化しました。御左丸と天割、この二人はどちらも小太久の親族にあたる人物でした。通説では、御左丸は小太久の忠臣、天割は逆臣とされ、天割の讒言を受けた小太久が御左丸を滅ぼした後、下克上の野望が明るみとなった天割を、軍隊を派遣して滅ぼしたとされていますが、実際には御左丸も天割も日本との交易で力を伸ばした人物であり、彼らを滅ぼしたのも日本との交易を独占したい小太久の意思によるものとされています。御左丸も天割も王権強化の犠牲となったわけですね。その王権強化に成功した小太久も1460年在位7年にして没し、この聖徳が国王となると、彼は海外との交易や外政をさらに積極的に進め、奄美群島まで領土を広げる一方、重臣の還元を無視するなど横暴さが目立ったため、1469年に29歳の若さで逝去すると、死後に重臣内間金丸によってクーデターを起こされ、第一小氏王朝は滅亡することとなります。さて第一小氏王朝を滅ぼした内間金丸、彼はもともと沖縄本島の北西に浮かぶ伊是名島の一農民でしたが、1438年24歳の時に一家揃って島を離れると、1441年27歳の時に即位する前の小太久に仕官し、以来順調にキャリアを重ね、重臣の一人に名を連ねました。本当に元農民なのか。小太久が存命の頃は金丸も忠実に王家に尽くしていましたが、聖徳が王となると還元をひたすら無視する彼と対立するようになり、1469年、ついにクーデターを決行。聖徳の妻子や一族の多くを殺害し、翌1470年に王位につきました。こうして誕生したのが、第二小氏王朝です。一農民から領主、そして国王に。まるで沖縄版豊臣秀吉ですね。まあ、話があまりにできすぎているので、この話をそのまま鵜呑みにはできないでしょうけどね。あと金丸自身は第一小氏との血縁関係がなかったため、クーデターによって王位を簒奪したとあっては宗主国明朝の心象が悪くなると思い、即位とともに荘園と名乗りを改め、聖徳の正当な後継者であることをアピールしました。
だから第二尚氏なんですね。さてそんな第二尚氏王統ですが、荘園の息子にして第三代国王荘新の時代に最盛期を迎えます。荘新は1477年にわずか13歳で即位して以来50年間琉球国王の地位にあり、内政外交軍事で目覚ましい功績を打ち立て、1500年、半独立状態だった先島諸島を完全な支配下に置き、琉球王国の最大半島を築きました。まさに最盛期の王にふさわしい活躍ぶりだな。ただ完全な支配下に置いたと入っても沖縄本島から遠いことに変わりはなく、統治システムも、在郷氏族ではなく沖縄本島から島役人と呼ばれる代官を派遣して治めさせるなど、沖縄本島周辺と違うものが採用されました。また昇進の時代は琉球王国の最盛期であるのと同時に、衰退期の始まりでもあり、1522年に与那国島を平定して以降、80年以上も戦争がなかった琉球王国では、軍隊の弱体化が進むことになります。さらに、昇進の時代から琉球王国の繁栄を支えてきた中継貿易のシステムにも陰りが見え始め、それまで好きなタイミングで行って良いとされた朝貢についても、2年に一度に制限されるなど、規制が強化されました。一体、何があったのでしょうか？この背景には、朝貢貿易を取り巻く環境の変化があったとされています。もともと、琉球王国は明朝とそれ以外の国との間で行われる交易を仲立ちする中継貿易によって栄えました。そもそも中継貿易が行われたのは、明朝が解禁によって、朝貢以外で海外と文物をやり取りすることを禁止していたからでした。また朝貢自体も丸々年に一度と回数が決められており、東南アジア諸国は3年に一度、日本は10年に一度とされた一方、馬と硫黄の重要産地であった琉球王国は名目上は2年に一度とされていましたが、実際には初期においては毎年明朝に朝貢していました。それだけ馬と硫黄は明朝にとって生命線だったということだな。そして周辺国もそれに目をつけ、朝貢以外にも明朝と交易する機会を増やすべく琉球王国を介した中継貿易に参加しました。琉球王国自身も生産できる文物には質量ともに限界があったため、朝貢用に周辺国の文物を欲しているという事情がありました。こうして出来上がったのが、琉球王国繁栄の秘訣、中継貿易のシステムです。まさに琉球王国だからこそ成立した貿易システムですね。しかし最初は事実上回数制限のなかった朝貢貿易に制限が設けられるようになったのは、なぜなのでしょうか？もともと明朝の解禁は、海賊及び密貿易防止を目的に民間人の自由貿易を禁止した政策でしたが、自由貿易禁止の結果、食い詰めた貿易商が東シナ海周辺や東南アジアに流出し、海賊団を結成、密貿易も活発に行われるようになりました。おいおい、これじゃあ、何のために解禁してるかわからねえじゃねえか。また朝貢貿易において、明朝は宗主国としての威厳を示すために朝貢品の何倍も価値のある品を貸しする必要がありましたが、15世紀後半に入ると明朝自身もモンゴルや海賊対策で疲弊し、軍事面以外でのコスト削減を迫られていました。結局、明朝は解禁を緩め、朝貢貿易の回数を減らしたことにより、琉球王国は大きな打撃を受けることとなりました。中継貿易は国家が交易を独占し、かつ十分な回数分行われるからこそ成り立つシステムですからね。さらに16世紀以降、世界は大航海時代に突入し、遠くスペインやポルトガルの商人が東南アジアや中国、さらには日本にまで進出。その上、日本の商人たちも直接中国や東南アジア方面に進出、交易するようになったため、琉球王国の中継貿易システムは徐々に崩壊していき、東南アジア方面の交易は1570年にシャムに船を派遣したのを最後に、途絶えることとなりました。世界の流れには逆らえないというわけか。さて、中継貿易システムが崩壊していく中、琉球王国は15世紀後半以降、島津家との関係を深めていきました。当時の島津家といえば内紛に悩まされながら、伊藤家とも日向国南西部をめぐって死闘を繰り広げていた頃でしたよね。
当初、島津家は守護として幕府の印判を持たない船が琉球王国に向かうのを取り締まる役目を負っていましたが、次第に島津家による交易独占を狙うようになり、1508年には島津家の印判がない交易船を締め出すよう琉球王国に要求しています。琉球王国側はしばらくの間、島津家の要求を聞こうとはせず、島津家以外の武家や商人とも交易を行っていましたが、1559年には、島津家の印判がない船を受け入れない旨を島津隆久に伝え、島津家の要求が通る形となりました。なんか、アイヌも知り、蝦夷地でも似たような光景を見たような気が。中継貿易の衰退で、島津家の言うことを無視できなくなったというところでしょうか。それもあるでしょうが、この頃島津家を含む九州の各大名は1556年から明朝の意向を受けては皇討伐に協力しており、琉球王国もそれに応える形で九州の各大名と連携していました。間もなく九州における大名たちの連携は崩壊しますが、琉球と島津家の連携はその後も続きました。つまり明朝が琉球と島津をより接近させた、ということだな。しかし、1566年に島津義久が島津家当主になって以降は、島津家が勢力を急拡大させたことによって、それまで他の九州大名が持っていた交易ルートも島津家が抑えるようになり、徐々に島津家が琉球王国に対して優位に立つようになりました。ああ、琉球王国がどんどんと追い詰められていく。しかしそんな島津家の急成長も豊臣秀吉の九州征伐によってストップがかけられ、島津家は薩摩大隅日向の3カ国を残して降伏。これで島津家の圧力もなくなり、琉球王国は安泰。かと思われましたが、今度は豊臣政権から、使者の派遣や文禄慶長の駅の支援を要求されるなど、圧力がかかるようになりました。一難去ってまた一難。慶長文禄の駅においては、7000人分の兵糧を豊臣軍宛てに送るよう指示がありましたが、琉球王国はその半分強を収めるにとどまり、豊臣政権と距離を置こうとしました。明朝に従属する琉球王国にとって、明朝と戦争状態の豊臣政権に全面的に従うわけには参りませんものね。実際、琉球王国は明朝や朝鮮に対し、豊臣軍の動向を逐一報告するなど、裏では明朝や朝鮮との連帯を強めていました。その後、1598年に豊臣秀吉が亡くなったことで文禄慶長の役は中止となり、束の間の平和が琉球王国にもたらされました。今度こそ、ほっと一息つける、だ。しかし江戸時代に変わって間もない1602年、琉球の船が欧州の地に漂着するという事件が起こると、琉球王国に対し新たな日本の支配者となったことを示したい江戸幕府は、漂流者を手厚く保護し、琉球に送還する見返りに、返礼の使者を送ってもらうこと、文禄慶長の役で中断した日民貿易の復活を斡旋してもらうことを琉球王国に期待しましたが、琉球王国がその期待に応えることはありませんでした。あらあら。さらに島津家は島津家で、家臣に治療として与えるための新しい土地を求めて、奄美群島征服を画策するようになりました。戦国の世が終わり、朝鮮半島方面への進出がならなかった以上、南に拡大するしかないと判断したのでしょうね。言うことを聞かない琉球をなんとかしたい江戸幕府と、新しい領地が欲しい島津家、両者の利害は一致し、幕府了解のもと、1609年島津家は3000余りの兵力で琉球王国に侵攻しました。これを琉球出兵と呼びます。そして琉球出兵の結果、琉球王国は島津家に降伏。奄美群島は割譲の上、王国は島津家に服属することが決まりました。一方で、明朝と琉球の作法関係は琉球出兵後も引き続き認められ、島津家自身も当初は朝貢貿易の利益についてはあまり興味を示していませんでした。あくまで興味があったのは新しい領地、だったわけだな。しかし1630年代に島津家が財政悪化に見舞われてからは、朝貢貿易の利益を吸収すべく島津家も積極的に介入するようになり、これ以降の琉球王国では、
島津家と中華帝国、両者のバランスを取りながら両方に従属する体制が確立しました。そしてこのスタイルは第二尚氏王朝の時代、日本本土でいうところの江戸時代と明治時代前期を通じて続いていくことになりますが、やがて、そのスタイルにも終わりの時がやってきます。というわけで、17世紀以降、琉球王国の歴史の続きが気になるという方は、今回のコラボ相手である破綻国家研究所さんの動画、琉球の海と風後編をご覧ください。ということで今回は、17世紀初頭までの琉球王国の歴史について紹介しました。なかなか普段、沖縄の歴史について深掘りする機会はありませんでしたが、今回その歴史に触れられてよかったです。14世紀後半から15世紀前半にかけては、貿易立国として抜群の存在感を見せていましたね。中継貿易が衰退した後は、日本と中国との間で翻弄される辛い展開が続いてしまったけどな。今回は日本と中国大陸との関係を重点的に取り扱いましたが、今後、近世以前の琉球王国のこんなところも知りたいというのがありましたら、別の機会に動画を作っていきたいと思います。リクエストを全く消化できていないウプ主が言っても説得力ありませんけどね。それよりも、そろそろコラボ相手の方の紹介をしてはどうですか？あ、そうだった。というわけで、今回もメインチャンネルで臨時開催 YouTuber 紹介シリーズ。今回紹介するのは、近現代の消滅政権を紹介、破綻国家研究所さんです。お、これまた、歴史沼の香り。さて、破綻国家さんは、主に近現代に消滅した国家、政権を扱っているゆっくり解説者さんです。YouTube デビューは2022年2月11日、2022年9月21日現在の登録者数は1160人です。今では存在しない国に思いを馳せるには絶好のチャンネルですね。そして今回、破綻国家さんは私の動画に続く形で、江戸時代以降、沖縄県が設置されるまでの琉球王国の歴史を取り扱います。どうやって沖縄が日本の一部として取り込まれていったか、知りたい方には必見の動画だぜ。エンディング及び概要欄からコラボ先の動画に飛べるようにしてありますので、見てみたいと思った方はそちらからお入りください。それでは皆さん、引き続きゆっくり解説コラボ、琉球の海と風をお楽しみください。